こんばんは。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 今日はまきまき。そう。こんばんは。まきまきです。そうね。ヘアアイロンね。もうね、多分ね、1回しか弾けなかったからね、絶対に無理だろうなって弾く前に思って、なんか私いつも運が悪いから、絶対私は今日そうって思っててでもなんかすごい緊張しちゃう気が張ってた。なんかにゃんにゃん、こんばんは。手ぶらで帰ると、うん、なんかでもこうみんながもらえる世界が私的には嬉しいなって思いました。みんなで一緒に、そう、そう、平和に生きていきたいな。そうなるとね、企画じゃなくなっちゃうんだけどね。こんばんは、こんばんは。そう、メール急いで送っちゃってごめんね。ちょっとあの今日配信が9時までの予定だったんだけど、 STU チャンネル9時半過ぎとかに終わって、そう、ちょっとメールを書く時間がなかったんよ。たわしが当たる、私もたわしが当たるんだろうなって。ニコニコ配信見てくれてありがとう。まだ鼻声そうなんよ、治らんくてね、鼻声だけは。だから鼻水だけは治らなくて、話ちょっと喋りにくい、まだ。そう、今日めちゃめちゃまつげの調子がいい。こんばんは。寒くなる前のね、早く治るといいな。メイクめっちゃいい、ありがとう。今日の髪型普通いいです、巻き巻きの。こんばんは。
可愛いけどトロっぽいな。ありがとう。何？指輪のないプロポーズが嫌ってしょうか。なんか全然そんな深い目で書いたわけではなかったです。すいませんでした。こんばんは。嫌なプロポーズが思いつかなくて。明後日雨なの？そうなの？こんばんは、こんばんは。こんばんは。ね、最近雨降ってる。こんばんは。おもちゃん的に病室ってことか。いや、なんか高いのが欲しいとかそういうのじゃなくて、なんかアニメとかで見てるからそういうものだと思ってたの。なんかプロポーズされてる人なんて身近にいないから、まだ年齢的に。なんかそういうふうに思われるとは思わなかった。こんばんは、こんばんは。パパッシュのプロポーズ聞いたことないけど、ママが指輪持ってるのは見たことある。ママはサプライズが好き。ママはサプライズ好き。ロマンチックなやつ。そう、高いのが欲しいとかそういうのじゃなくてロマンチックが好き。レンズ高いよね、あのカメラの。何したい。
全然。男性目線のプロポーズに秒必要ってことありがとう。こんばんこんばんは。観覧車で告白すごい疲れてるっていうのもあるけど、ちょっと今困ってることがある。自分の中で。こんばんはこんばんは。今日の配信は楽しかった。もう指輪食べるやつ大丈夫だよ大丈夫だよ。全然ない大丈夫だよ。ママちゃんが一生懸命考えてくれた。いや全然、ママは全然自分のこと悪いとは思ってないよ思ったないよ。それでもそういう変な、別になんかあれで言ったわけじゃないよって言っただけで。こんばんこんばんは。友達ももうすぐ結婚する人？どうなんだろう。今んとこいないかな。なんか今んとこ友達とかに、なんかどうなんだろう。でも一人、いやいないかまだ。まだいない気がする。可能性あるとしたら今んとこ一人ですね。多分ないと思うんですけど。結婚式に出てみたい。お友達の？出てみたいかも。親友ちゃんたちとかのさ、が結婚してさ、幸せそうな姿をさ見るのはすごく楽しみ。嬉しい、嬉しいじゃん。その子たちの幸せが私も嬉しいから。なんか大好きなお友達たちがなんか本当にいい人と巡り合って結婚する姿を私は見に行きたいそう何出席者の分にお寿司に私が逃げるのスピーチはちょっと噛むかもしれないなまだでも先の話だと思ってるんですけど、成人式行ったら、結婚してる人いるのかな、前のクラスの子とかで。
つも噛みこさせられる。頑張ってるね。大学生で結婚した友達一人いるし、あーでも大学とか行ってたらあるのかな。でももうなんか私は大学とか行ってないからさ、だけど自分の時はテーブルもケーキも全部ピンクで可愛くしちゃって、いいじゃん、おしゃれにしたらいいよね、可愛い。ステージ慣れしてるからもうちゃんもくです。いやなんかね、スピーチとかね、なんか発表みたいなやつね苦手なんよ。うん、友達の結婚式ね感動するよね。さて自分が結婚する日は来るのでしょうか。公園でダンスするとはまた違った緊張感、あると思う、全然違う気がする。余興で歌うたよ、いいな、私もそれやりたい。こんばんは。ももちゃん優しい人と結婚して幸せになってるじゃん。いつか遠い先。ももちゃんは何、ご飯が見えて違うよ。ももかは違うよ。あ、ももかを幸せにできるよ。なんか結婚する、結婚する前提の人がいるぞ。ももかご飯見えてじゃないよ。ケーキに言うと、なんかでも自分がこう結婚式とかで注目されるの恥ずかしそう。気になる。気になるの？いいな。ウェディングスまず着るかもわからんし、将来結婚するかもわからんし、なんかモモみたいなわがまま人間は誰が、誰もね、ちょっと多分誰も結婚してくれないのでね、呼んでね、カメコシ、カメコしてくれるの、優しい。お仕事かなんかでね着ることはもしどうだろう、あるのかな、なあ、いや分かんないけど、でもわがまま受け止める。なんかなんか何人かいないもん結婚しようとしてる人。ももちゃんわがま、ももちゃんわがままですよ。58分、やばい、あ、なんかけって感じてきた。お菓子入れたら大丈夫、
12の高木さんありがとう、12のレッドさんありがとう、11のしいたけさんありがとう、10位の福ちゃん、頭くもこ組さんありがとう、9位のこうじさんありがとう、8位のたろいもさんありがとう、7位のふみやとまくふふさんありがとう、6位のぜたんさんありがとう、あったかくして早く治す親ももありがとう、お互い気をつけようね、5位のとしさんありがとう、気も楽しい、おやすみウォーカー、夢の向かいに寝られない、あれおやすみ、今日こそ、10位のゆうさんありがとう、3位のドラガンさんありがとう、寿司坊ちゃんのきっと幸せになれるありがとう、2位のお疲れさんありがとう、1位のお兄ちゃんありがとう、ありがとうございました。間に合ったよ、おやすみなさい。なんか綺麗、頑張った。うちのまつげがお気に入り。うん、かわちい。おやすみなさい。